皆さんこんにちは、ゆかりんチャンネルのゆかりです。今日はどこへいるかというと、実家の自分の部屋の、本棚の前にいます。なんでここにいるかというと、今日はこの本たちを片付けていきたいと思っています。今ほら、本ってもう漫画とかもそうだけど、アプリとかネットで見る時代だし、サブスクとかでね、もういろんなもの見れちゃうし、こう本をね、持ち物に、まあ、自分で持っておくっていう時代ではないので、これを思い切っていろいろ片付けていきたいと思うんですけど、まあ、ほとんどが何だろう、はい、あの、まあ、学生、まあ、これは大学時代の時に学んだ本とか、そういう今は絶対つゆまないものばっかりなんですね。なのでこれをちょっと今日は片付けていきたいと思います。では早速やっていきます。こんなに片付けました。すごい量、やばい、すごい量なんだけど、今ここに残ってるのは、息子の、なんだっけ、漫画とちょっとまだ読みたい漫画と、あとなんか誰かにもらったお土産、これはわからない、多分うちの母親とか父親の、でこれうちの息子のやつ、なんかとか、なんか中国かどっかで買ってきたやつで、お土産で、ここら辺は息子のやつでしょ。でちょっと今一通り本当にいらないものだけバーッとして、こんな量になっちゃいました。すごい、ほら、これを今から本屋さんにちょっと引き取りに行ってもらう、引き取ってもらいに行ってきます。こんなに、これ車ですけど、ここに全部詰め込んで、これを今から持っていきたいと思います。しかもね、ここに詰めきれなかったので、こっちにね、ここにもこんな感じでいっぱいあります。これを今からちょっと引き取ってもらいに行ってきます。ここに積んでいきます。はい、ってわけでさっき引き換えに行ってきました。見てください、これね、びょーん、じゃん、1545円にもなりました。合計点数が153点。いや CD もね、何枚かあって、そ
それもね、こうなんかほらベートーベンとかさ、そういうちょっとクラシック系のやつとかなんかあって、それもね含めてこんな感じになりました。すごい、断捨離っていいことしかないなって今実感してます。ってわけで、もう断捨離はいいことしかないっていう結果にやっぱ今日もなりました。もうね、何年くらい、もう10、20年とかもっと、25年前ぐらいの本とか読んでたね、本とか出てきたりとかして、多分高校生ぐらいの時に読んでた本とかねもう出てきたりとかして、やっぱ好きな本を読み返したいからって思って取っといてたんですけど、今さネットで見れるし、あとやっぱ気に入ってる本ってこの頭の中に残ってて、持ってなくてもふとそこのね、なんかあの文章だったりとか、その思った感情とかって結構出てきたりとかするから、なくても別に困らないのかなっていうのが感想でした。ってわけで、まだたくさんね、まだ断捨離する箇所たくさんあるので、断捨離の方もどんどん進めていきたいと思ってます。では今日も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったら高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。では、またねー。